シュラマル。こんにちは、ゆうこさん。今お時間はありますか？相談に乗ってほしいことがあるんです。なるべく早く聞いてほしいんですけど。マオさん、こんにちは。ちょうど家の家事は終わったから構わないわよ。それで、相談ってどんなことなの？私でも役に立ちそうなのかしら。はい。実は今度の休日に用事があるので、カナのことを預かってほしいんです。カナちゃんを？構わないけど、どれくらいでお迎えに来れるの？さすがに夜までかかるのは困るんだけど、夕方まで？いえ、3日ほど預かってほしいんです。え？ 3 日？ちょっと待って。なんでそんなにかかるの？実は友達に誘われて、3泊4日のハワイ旅行に行くことになったんです。それで、カナのことを誰かに預けなくちゃいけないんですけど困っちゃって。義実家と実家は車で何時間かかかる距離だし、旦那は仕事が忙しくて無理で。だから優子さんにカナのことを預かってほしいんです。とりあえず事情は分かったわ。でも真央さん、ごめんなさい。3日もカナちゃんを預かることはできないわ。なんでですか？だってカナちゃんはすごく病弱な子じゃないの。そんな子を3日間も預かれないわ。それってどういうことですか？カナのことを差別するんですか？差別なんかじゃないわよ。単純に私は荷が重すぎるってだけ。預かっている3日の間に病弱なカナちゃんに何かあったらどうするつもりなの？私はカナちゃんの母親じゃないんだから正しい対処法なんてわからないのよ。大丈夫ですよ。ある程度のことは私が説明しますから。お願いしますよ。カナが生まれてからろくにどこかに遊びにも行けないんです。海外旅行なんて機会を逃したら次はいつ行けるかわからないじゃないですか。気持ちはわかるけど、やっぱり聞くことはできないわよ。説明されるのと実際に万が一の時に看護をするのは別問題でしょ。ママ友とはいえ、よそ様の子のためにそこまで責任を負うことはできないわ。悪いんだけど、他の人を当たってちょうだい。それじゃあね。ちょっと、ゆうこさん！私の名前はゆうこ。32歳の専業主婦で、7歳の息子と夫の3人家族で暮らしています。夫は優しくて、息子はやんちゃ盛りですが素直ないい子です。3人家族で平凡ではありますが、穏やかで楽しい生活を送っています。ママ友との関係も、何の問題もなく、良好で皆さんにはかなり良くしてもらっています。ただ、今回の真央さんの提案には、少し意表をつかれてしまいました。なんせ私は、真央さんとの関わりがあまりなかったからです。接点は偶然会った時に挨拶をするか、行事の時に隣の席に座り世間話をした程度です。あるいは息子が家に友達を何人か連れてきた時に、その中にかなちゃんがいたくらいです。それなのにどうして私に3日も子供を預かってほしいというのかわけがわかりませんでした。結果的に私はこのお願いを断りましたが、理由は上記の通り、かなちゃんが病弱だからです。小学校に入学した当初から彼女は病欠になりがちで、授業中でも早退が多かったのです。そんなかなちゃんを3日も預かるなんて、万が一のことがあったらと思うと怖くて無理です。ご主人が仕事の忙しさで泊まり込みが多いから、一人で看病をしているのは同情します。だからといって、この要求を受け入れることはできませんでした。ハワイなんて行かれたら、かなちゃんに何かあった時に連絡なんてできません。それに一度受け入れてしまえば、その後何回も預かる羽目になるかもしれません。その後、外で会うたびに何回もお願いされましたが、私は断り続けました。すると腹いせなのか、他のママ友に私が子供を虐待していると噂を流すようになりました。幸いなことに半信半疑のママ友がほとんどで、事情を聞かれて説明すると同情されました。それで私が真央さんに絡まれないように、なるべく一緒にいてくれるようになりました。おかげでしばらく平穏な時間を過ごせたのですが、じれた真央さんが行動を起こしたのです。真央さん、連絡に出てちょうだい。これは一体どういうことなの？どうしてうちの玄関にかなちゃんがいるのよ。しかも具合が悪そうなのに、あなたの家には誰もいないし。だって、結局旅行前日になっても預かってくれないんですもん。だったら置いていけばいいやって。これなら面倒見ないなんて言えませんよね。私はもう空港にいますから戻れません。旦那もしばらくは泊まり込みなので、カナのことをよろしくお願いしますね。お願いしますね。じゃないわよ。本気で言っているの？カナちゃんは熱が38度もあるのよ。それなのに旅行に行くの？というか着替えとか食費とかは？それすらもないの？
ああ、時間ないんで、そっちでお金を出しておいてください。気が向いたら返しますんで。もう飛行機の時間が押していますんで、それじゃあ、お願いしまーす。マオさん、待ちなさいよ。数日後。ゆうこさん、ただいまです。ハワイ旅行最高でしたよ。久々に目いっぱい楽しんじゃいました。そんなに楽しかった？具合の悪い娘を置き去りにしていった旅行が。もう、そんな意地悪なことを言わないでくださいよ。ちゃんとお土産は買ってきましたから、これで許してくださいよ。それじゃあ、カナを迎えに行きますね。あの子はいい子にしていますか？うちにはいないから知らないわ。え？あの子は今、旦那さんの実家にいるからね。え？旦那の実家？なんで？警察に通報したのよ。病気の子供を置き去りにした母親がいるって。それでカナちゃんを保護してもらったわ。それで旦那さんに連絡が行ったの。警察？なんてことをするんですか？大げさすぎますよ。大げさなんかじゃないわよ。あなた、保険証のコピーすら持ってこないってどういうことなのよ。おかげで具合の悪いカナちゃんを病院に連れて行きたくても無理だったわ。だから警察に保護してもらって、旦那さんに連絡を入れてもらうしかなかったの。旦那さん、連絡をもらって慌てて迎えに来たそうよ。私の方にも菓子折りを持って謝りに来たわ。旦那さんは悪くないのに、何度も頭を下げてたわ。それであなたがカナちゃんを置いて旅行に行ったことに怒り狂っていたから、離婚は覚悟した方がいいかもね。それじゃ、私は家事の続きをするから。離婚？ちょっと待ってください！冗談ですよね！嘘だと言ってください！ゆうこさん！数日後に真央さんの旦那さんから連絡が来ました。再度真央さんの所業に対する謝罪をした後に、離婚が成立したことを伝えられました。真央さんが義実家に行くと、旦那さんと義家族、彼女の両親が待ち構えていたそうです。この時、かなちゃんは旦那さんのお姉さん一家が預かって面倒を見ていたそうです。そして、真央さんを糾弾するかなりの修羅場が展開されたそうです。真央さんを殴る父親、罵声を浴びせる母親、泣きながら謝罪する真央さん、そしてそんな真央さんを冷ややかに見る義両親と旦那さんという感じだったそうです。しばらくして事態が落ち着いた後に、旦那さんが離婚と親権を渡すことを要求したそうです。真央さんは悲鳴を上げながら離婚を嫌がり、旦那さんにすがりつこうとしたそうです。しかし、再度父親に頬を叩かれ、お前にそんなことを言う権利はない、と怒鳴ったそう。そして両親義両親にかなりの説教をされたことで、心が折れたのか離婚に同意しました。慰謝料の請求はなし。財産分与で、今の家は真央さんがもらって、父子は義実家に住むそうです。かなちゃんが義実家に行くのは、姉一家が同居しているので、面倒を見てもらうからだそうです。それに伴ってかなちゃんは、義実家に近い小学校に転校することになったとのことです。かなちゃんと仲の良かった息子は、転校のことを残念に思っていましたが仕方ありません。真央さんに引き取られたら、また同じことが起こりかねません。かなちゃんのためにも、この選択がきっと正しいのでしょう。そして夜に、真央さんから連絡がかかってきました。ゆうこさん、どうしてくれるんですか？あなたのせいですよ！急に連絡してきたと思ったら何なわけ？意味がわからないんだけど。とぼけないでください！あなたがカナを黙って預かってくれれば、こんなことにはならなかったんですよ！警察なんかに連絡して、おかげで私の家庭はめちゃくちゃになったんですよ！それに親にも、娘なんかじゃないって感動されちゃったんですよ！そんなのあなたの自業自得でしょうが。病気の子供を置いてハワイ旅行に行く嫁、娘なんて誰だって許さないでしょ？何なんですか？旅行に行きたいってそんなにダメなことなんですか？誰だってゆっくりしたいって思うことはあるじゃないですか！少なくとも私は子供をないがしろにしてまで行きたいとは思ったことはないわ。それにあなたは旦那さんに少しでもそのことに関して相談したの？旦那さんは何もかもが初耳だったって顔をしていたけど。だって万が一でも子供の面倒を見れない嫁だって思われたくなかったんですよ。それに私はすぐにでもハワイ旅行に行きたかったんです。相談してダメだって言われるのが嫌だったんです。それで愛も信用も親も失ったら世話はないわよ。子供の世話にかかりきりになっているのは同情できるわ。でも苦しんで、お母さんって呼んでいる子供を無視できる神経は理解できない。ただのママ友に何の準備もなく子供を預ける考え方もね。なんでそんなひどいことを言うんですか？どうして私ばっかり責められるの？
それがわからないなら、私が何を言っても理解することはできないわよ。私もあなたのことを理解できないからお互い様ね。もう連絡することはないからブロックするわ。それじゃあ、さようなら。マオさんは結局住んでいた家を管理ができずに売り払ってしまったそうです。就職先を探しましたが、なかなかいいところが見つかりませんでした。見つけても生来のわがままな性格のせいで、他の社員とうまくいかず、長続きしませんでした。今は安月給のアルバイトをしながら、ボロアパートに一人寂しく暮らしているそうです。一時的な娯楽のために子供を置き去りにした真央さんには、相応の罰なのでしょう。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。